どうも、くまです。皆さん、ニューバランス履いてますか？今回はですね、新たに僕が購入したニューバランスを紹介してみたいと思います。まあ、前回、前々回の動画でですね、今年は2、3足ぐらい購入してみたいなというふうに思ってるというふうに紹介をしてみました。スニーカー欲抑えきれないですね。で、今回はですね、以前紹介した 2002R とは異なりですね、有名どころをチョイスしてみました。以前 YouTube のチャンネルでニューバランスファンの視聴者の方からおすすめされたナンバリングをランキング形式にし、その中からチョイスした感じですね。もうすでにですね、ちょいちょい他のファッション関係の動画にも何回か登場していて、あ、これ購入したんですねっていうふうに気づいてくださってる方もいて、いやー、ほんともうさすがだなと思います、皆さん。ということで、今日紹介したいナンバーはこちらの1足です。はい、ニューバランス M992 です。ということで今回は僕はこのニューバランス992を履いてみた感じを紹介していきたいと思います。はい、ということで今日はこのニューバランス992を紹介していきたいと思います。もう992といえば皆さんご存知ですよね。有名なナンバリングです。この特徴的なやっぱりデザインがいいですよね。ダサさとかっこよさの塩梅が個人的には4、6程度のバランスで、どっちが4でどっちが6っていうのは皆さんのご想像にお任せします。4、6程度のちょうどいいバランスで保たれたファンの非常に多い一足ですよね。デザインの話からしていくと、このアッパーの仕様としてピックスキンスエードを使用しており、ハイテク感がある中にもどこか上品さを残している感じがあるのがいいですよね。このポッテリとしたソールデザインの中に小さなポイントがいくつも散りばめられていて、実に僕緻密に作られている一足だと思ってます。まあ、こういったですね、タンの部分にあしらわれた小さな N のロゴであったり、普段は見えないこのアウトソール部分に色づいた赤と青のポイントカラーなど、細かい遊び心も見え隠れしてますよね。こういうとこ大好きです。まあ、見え隠れといえばですね、このシュータンにあしらわれた992のロゴですね。シューレースを結ぶとちょうど見えなくなってしまうんですけど、ほどくとその姿を表すという感じです。大きく見えるフォルムの中にも小さく主張するプライド、こんな部分にも僕愛着を感じずにはいられないですね。で、この992はですね、まあ、デザイン的にどちらかというと細めではなく大ぶりな感じですね。見た感じウィズがしっかり捉えているような感じで、履きこなすのがやっぱちょっとやや難しい方のニューバランスだと思っています。なので今まで手に取ることがなかったっていう感じなんですけど、まあ、もはやですね、これハイテクなのかローテクなのかわからない、その形容しがたいフォルム。正直僕自身もこの992を履きこなせる自信がなく、ずっと手に取ることを避けていたっていうか、手に取る自信がなかったですね。これは正直全体的に落ち着いた感情さはもちろん残してくれてるんですけど、割と主張しがちなデザイン性をしているので、合わせるウェア自体はシンプルに抑えてバランスを取りたいところですよね。これ合わせるスタイリングを間違ってしまうと、992が持つせっかくの感情さが損なわれてしまい、単なるやぼったいスニーカーになってしまうっていうところが難しいところだと思ってます。で、僕はですね、この992を今回購入した理由としては、やっぱり履き心地を体感したかったっていう部分がありますね。培われた歴史だったり目を引くようなデザインも興味深いんですけど、何よりもですね、皆さんが以前の動画で多くおすすめしてくれた履き心地、この声がですね、やっぱり手が伸びる要因となりました。皆さん本当にお勧めしてくださってありがとうございます。感じよく仕上げられた表面素材に当時の最新ユニットを余すことなく搭載したソール、衝撃吸収性だったり反発性、耐久性に優れるミッドソール素材アブゾーブ SBS を採用しています。このアブゾーブユニットが快適な歩行をサポートしてくれ、履き主の満足度を高めてくれていますね。その他、耐摩耗性に優れるアウトソール素材の N デュランスなども搭載しています。これでクッション性に対するアプローチはほぼ完璧なものとなってますよね。そして先ほどもちょっと触れましたが、アッパー素材はウルバリン社製の上質なピックスキンスエードを採用し、ハイテク感を搭載しつつ落ち着いた空気感をまとった、なんともですね、魅力的な一足に仕上がってると思います。この話をしているだけで僕はもう992には履かない理由がないなっていうふうに思うぐらいいいスニーカーだと思います。ニューバランスを愛する人であれば誰もが惹かれるような仕様だったりバランス感ですよね。
というわけでですね、お前が語るゴタクは良い、実際に履いた感じはどうなんだっていうふうに皆さん思ってると思います。はい、その通りです。というわけで、語るのはいくらでもできる現代、実際にその名品に足を預けてみました。個人的にですね、僕受けた印象としてはちょっとだけ違いました。柔らかさではなく、しっかりと受け止められるようなクッション性とでも形容すればいいんでしょうかね。厚みのあるソールユニットからなる安定の履き心地っていうのが、この992から十分に伝わってきました。で、同じ990番台の 990V4、 僕が履いているシリーズなんですけれども、こちらは包み込まれるような柔らかさが印象的な一足だったんですけど、こちらの992はですね、柔らかさを持ちつつ、しっかりと足をサポートしてくれるような印象、歩行を助けてくれるような印象でしたね。踏みしめるのが気持ちいいといった具合ですかね。まあ、これ好みにも寄ってくると思うんで、どちらが上ということではないんですけど、芳醇なクッション性がこの履き心地を実現していることは間違いないですよね。単純に柔らかさ、包み込まれる感触ということであれば 990V4、 踏みしめるのが気持ちいい感触、クッション性という形であれば、この992ではないかなというふうに個人的には感じましたね。幅広なデザインが生み出す安定的な歩行は、良いスニーカーを履いてるなというふうな安心感をもたらしてくれますね。足を曲げた際の動きにもしっかり柔軟に対応してくれて、見た目とは裏腹にカジュアルに取り回せるスニーカーだと思います。まあ、ヘリテージ感すらあるナンバリングだと思うんですけど、個人的にはコレクトアイテムとして眺めるのではなく、しっかりと僕日々履いてあげるのがいいスニーカーなんじゃないかなというふうに思ってます。やっぱり大事にしてる方いますよね。992それだけの一品だとは思うんですけど、大事にするより眺めてるより、僕は日常で履いてあげて、しっかりこの992使いこなしてあげてる方がいいなというふうに個人的には思ってますね。はい、ということでですね、履くのが難しいっていうふうに言っていたけど、どんなスタイリングに合うのっていうふうに皆さん思ってると思います。僕もですね、正直正解は全く見つかっていません。これでいいのかなっていう感じなんですけど、こんな感じに合うよっていうところを紹介していきたいと思います。はい、ということで、いつもの基本スタイリングなんですけど、ノースフェイスのクライムライトジャケットと白シャツに合わせてみました。まあ、個人的にですね、アメカジあたりがこの992の良さを最大限に活かせるんではないかなというふうに思っているんですけど、僕はですね、アメカジだったりカジュアルすぎる格好をあまりしないので、このあたりのアバンアウトドアスタイルで落とし込むことが多いですかね。992がそのボリューム感を持ってデザインで主張しながらも、素材感の良さで綺麗に調和してくれる感じを受けますね。チノパンだったりジャケット、あとはシンプルなシャツで合わせれば、まあ、まず失敗することはないかなというような感じですね。そしてですね、こちらは無印良品のウェアライン、無地ラボの T シャツとスラックスパンツで合わせてみました。ブラックのトーンで統一したウェアスタイルですね。まあ、こうするとどこかモノトーン風になり、良い具合に互いのカラーが引き立て合っているような印象を受けますね。コートやシャツだったりもいいとは思うんですけど、こういったリラックスした感じに実に合うシューズだと思っています。リラックスしていながらどこか雰囲気も出せる感じで、992の絶妙なバランス加減が良い味になるスタイリングですよね。こういったリラックスした感じもいいと思いますし、しっかりシャツに合わせたりするのも生きてくると思いますし、まあ、そんな感じで万能ではあるんですけど、スタンダードな996などに比べてちょっとやっぱり使い方は難しい方のニューバランスではないかなというふうに思っていますね。こちらアークテリクスのゼータ SL ジャケットに合わせています。このゼータ SL ジャケット以前も紹介したんですけども、クリプトクロムというカラーリング、グレーに近いカラーリングで、このニューバランス992のグレーとすごく親和性があって、これは印象的に統一感が出ていいのではないでしょうか。こういったアウトドアミックスの綺麗めなスタイル、街に合うようなスタイリングもこなせる一足ですね。個人的にはこういった絶妙なミックス感を楽しむのも本当楽しいようなスニーカーだと思います。こういったハマりが成功するとめちゃくちゃよく見えるんじゃないかなっていうふうに思いますね。ただですね、やっぱりバランス感っていうのは難しくて、これは以前撮ったアークテリクスの動画なんですけど、これですね、先ほどの無地ラボのちょっとゆったりしたリラックスしたシルエットに992を合わせて、上に先ほどのアークテリクスのシェルを羽織ってるんですね。これちょっとバランス的に僕は NG だなと思ってます。何がしたいのっていうような感じになっちゃってますよね。ワイドなのかタイトに決めたいのか、色を合わせたいのか、ちょっとこれ方向性が見えないなっていう感じになってるので、失敗したりするとこういった感じになってしまうこともあるスニーカーですね。いやー難しい、奥が深いですよ本当に992は。ということで、何パターンか992を合わせてみたスタイリングを紹介してみました。
はい、ということでですね、今回はニューバランス992を紹介してみました。もう今年買いたいと言っている2足目ですね。ちょっとペースすいません早いですね。もうちょっと吟味して買えよっていうような感じなんですけど、いやでも本当に気に入ってます。これ結構最近毎日履いてますね。フラッグシップのプライドとアメカジのラフさだったりカジュアルさを体現したような一足です。履き心地は数あるニューバランスの中でもかなり高い方だと思うので、まあ、公式ショップなどではもうソールドアウトしてるんですけど、例えば以前紹介したストック X であったり、そういったリセールサイトであれば手に入るチャンスっていうのはまだまだありますので、チャンスがあればぜひ履いてほしいなというふうに思っている一足です。はい、ということでこのクマログ生活の山小屋ではライフスタイルやガジェット、ファッションについて日々発信をしています。今日の動画が参考になったよ、992、いやちょっと履いてみたくなったなっていうふうに少しでも思ってくださった皆さんは、いいねだったりチャンネル登録をお願いします。ということで、これからも僕の好きなファッションだったり毎日のちょっとしたヒントになるライフスタイルの動画を発信していきたいと思ってますので、これからもよろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。